はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではヘラクレスのエコー3、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、アトラス山に行きまして、で、そこにいたバオールをね、倒しまして、で、山の頂上でね、アトラスを、まあ、復活させようとしたんですけれども、プロメテウスがね、まあ、それを妨害しまして、で、さらにゼウスがね、洪水を起こしまして、世界がね、海の底に沈んでしまいまして、で、ヘラクレスが集めた、記憶を持った影もね、まあ、どこかに流されてしまいまして、で、その後、このエウスでね、ヘラクレスと合流したところで、まあ、前回は、終了したんですけれども、今回は、前回ね、まあ、ヘラクレスが言っていたんですけれども、まずはウラノスにね、会いに行ってみようと思います。そしたらウラノスに会うには、天の呼び声を使えばいいのかな。この人がウラノスですよね。お前たちか、もう用はないぞ。私の計画は失敗したのだ。計画とは何だ。地上に降りることだ。私は見ての通り天空を離れることができぬ。私の偉大な力を恐れたゼウスによってここに封じられているのだ。そしてこの天空は山となったアトロスによって支えられ、地上から遠く引き離されている。私がここからできるのはせいぜいトランティア王に魔力を授けることくらい。それで計画って何なのさ。わからぬか。お前たちにアトラスを復活させ天空を支えるのをやめさせることだ。天空が地上に近づけばそれだけ私の力は強くなる。そして人間を救おうとしたのね。愚かな。私は世界を救おうとしたのだ。世界にとって一番大切なのは何だ。何でしょうかね。それはガイア、母なる大地ガイア。人間たちが傷つけ、そしてバオールによってとどめを刺され死にかけているガイアだ。人間はガイアを傷つけた人間など私にとっては何の値打ちもない。立ち去れ人間どもよ、もう終わりだ。ん？ということは神様たちは最初から、まあ、人間を救うというよりは、まあ、地球というかガイアを救うためにまあいろいろ動いてたってことですよね。あ、戦闘。なんかそしたら神様にいいように使われてたようなもんですね。とりあえずこの戦闘を終わらせましょう。まあ、ガーッと戦って大丈夫でしょう。お、威力の盾。そしたら神様に会いに行ってみますか。絹の手綱使えます。あ、ここでは使えない。そしたら一回地上に降りまして、で、ペガサスで天界へ行ってみましょうか。あ、そういえば完全に海の底に沈んじゃったんでしょうかね。絹の手綱、あれ、使えませんね。あ、来た来た。もう高い山しか残ってないのかな。何にもなさそうですね。あ、そうだ、ノアルーン。あ、もうエウスしか行けませんね。
そしたら天界へ行ってみますか。神様はなんか言ってくるのかな。まずは上から行きますか。アレス、戦いの神様、今さら天界にどのような用があるのだ。地上へ戻り泣くがよい。なんか完全に見放されちゃってますね。ここは、デメーテル様、人間はやはり人間、この世界にはふさわしくないのでしょう。あ、それだけ。まあ、この世界というか、まあ、天界にはふさわしくないのかもしれないですけど、地上にはね、やっぱり人間がいっぱい生きてるわけですからね。ヴィーナス、美しいものはいつでも邪悪なものに負けてしまう。邪悪な破壊者。これは人間のことを言ってるのかな。人間は邪悪なんでしょうかね。あれ、あ、そっか、ここはもう行きましたよね。こっちには誰がいるんでしたっけ。ヘーラ、ゼウス様のお考えやはり正しかったようです。あ、そうですかゼウスの行いは本当に正しかったんでしょうかね。アルテミス、哀れな人間たち、もう夜空の月の下で愛を語ることもない。あ、それだけ。やっぱり人間たちは全員滅んじゃったんでしょうかね。バッカス、滅びゆく者たちへ乾杯。あ、なんか随分のんきですね。まあでもガイアは、まあ、神様にとってはまあ母親のようなまあ存在ですからね。まあそれを傷つけた人間が許せなかったのかもしれないですけれども、あれ、ここはポセイドン？ポセイドンにはまだ一度も会ってないですよね。ヘルメス、セーブができそうですが、しません。人間がいなくなると私の仕事も楽になるな。渡り鳥の世話でもしようか。なんか随分のんきですよね。バッカスといい、ヘルメスといい人間が滅んだこととかは神様にとっては些細なことなのかな。あ、アポロン期待は裏切られるものだな。さあ立ち去るのだ。まあ、勝手に期待しといて裏切られたらポイ捨てをしてしまうとまあ、ある意味人間臭い気はしますね。なんか神々ですねここはあれ、ここはゼウスの部屋かな。いませんね。どこで何をやってるんでしょうか。下はまだ行ってないかな。アテナ、悲しいことです。人間にはあんなによくしてきたのに。あ、それだけ。まあ、人間も神様には、まあ、かつてはね敬意を払っていたわけですからね。
ここは、地下がありますね。あ、ヘパイト様はいつでも人間の味方。今でも味方してくれるんでしょうかね。人間本来の良き心。それは私の勝手な想像だったようだ。あ、ヘパイトスにも見放されてしまいましたね。まあ神様たちもね、まあある意味、まあ人間臭いというか、まあいろいろこう嫉妬とかね、怒りとかあるんでしょうけれども。あれ、あ、パイトン、もう人間とは口を利くなって言われたんだよ。何か悪いことしたの？まあガイアを傷つけたのはね、まあ確かに人間の仕業ですけれど。あれ、ここってダンジョンですよね。ここはまあいっか。あ、でも行かないとダメなのかな。あれでも鍵ってもう持ってないかな。あった。あれ、もう上には行けないのかな。下は行けません。あ、これ以上は行けないみたいですね。では出ましょう。そしたら、ここにはペガサスは来ない。帰りたいんですけれどあれ、あ、来ますね。地上に戻るには、あ、これで戻れましたね。あ、でもこっからどこに行けばいいのかな。何もない。で、もうエウスにしか行けないんですよね。何もなさそうですね。もう完全に海しかないですね。あ、そうだ、日記、ヘラクレスはまだ何かやる気だ。ゴンゲンは何を考えているのだろう。俺はこのままペガサスにでも乗って世界の果てへ消えてしまいたい。幾日も幾日も飛び続けて。世界の果てに行けばいいのかな世界の果て、東かな。東は太陽の昇る方向ということは西かな。世界の終わりというか、西はやっぱり果てに通じるのかな。あ、でも何もないのかな。海しかないですね。なんかあります？やっぱり方角が違うのかな。でも何日も飛び続けてって言ってましたよね。相当遠くにあるのかな。
お、何か声が聞こえるか？バオールって聞こえるぞ。バオール。あれでも降りられませんね。でもバオールはもう倒しましたもんね。まだ生きてるのかな。でも西に、お、声が聞こえる、聞こえるぞ。バオールよ、戻ってこい。そう聞こえない？不気味な声だ。ハデス。これはハデスの声。降りられませんね。あ、でもどっか降りられる場所があるのかな。この見渡す限り海の世界で一箇所だけ降りられるとか、そうなったらちょっとわかんないですよね。まあでもこのまま西に飛んでみますか。世界の果て。ん？バオルよ、戻ってくるのだ。世界の果てへ飛ぶのだ。ハデスが冥府の奥底からバオルを呼んでいる。お？ここはどこ？あ、地図は使えませんと。あれ？町かな？まあ、とりあえず行ってみますか。お、人がいますね。で、これは、あ、ヘルメス像。とりあえず用事はないです。あれ、おばあちゃんいますね。外の女と話したかい？かわいそうに、気が変になってしまったみたいなんだよ。外の女というか、このおばあちゃんかな？私の夫はどこ？私の息子はどこ？ああ、イダテン。お父さんを、バオールを殺すのはやめておくれ。ん？イダテンっていうのはバオールの息子？イダテン、なんとか言えよ。私にはわからぬ。このおばさん、バオールの奥さんみたい。っていうことはイダテンの母親？何か聞けないかしら。やめてくれ。私は恐ろしい。ん？何が恐ろしいんでしょうかね。自分の記憶が戻るのが恐ろしいのかな。まあでもこの人の言うことが本当ならば、イダテンはバオールの息子っていうことになりますよね。HP はちょっと減ってますね。とりあえずちょっと回復。ヘラクレ、まあ 2,3 ぐらいだったらいいか。我々は冥界の王ハデス様のしもべである。あ、それだけ。愚かなる人間ども、死してなお国に分かれて暮らしておるわ。ん？我々も元は人間、しかしハデス様のしもべとなるため心を捨てたのだ。あ、そうですか。ん？人々が暮らしておる？ここは牢獄だ。地上で罪を犯した者が入れられているのだ。あ、そうですか。あれ、でも骸骨ですね。バオールってやつは海の神様を石にしちまったんだって。ん？あれ、バオールはポセイドンを
石にしちゃったんでしたっけ。バオールは以前ここに入れられていたんだ。あ、そうですか。でも別の場所に移されたんだ。それがアトラス山。悪いことしたって言ってもよ、バオールほどじゃないぜ。その息子が伊達天なのかな、やっぱり。あ、これそれぞれ入れるのかな。人がいますね。わ、ステイヤ、ゴンゲンにレイオンも。懐かしいな。あの夢の町は見つかったの？ん？この人は誰？夢の町は見つかりましたね。はい。あ、テミシオス。よかったな。今度ゆっくり話してくれよ。君たちは不死身だし、僕はすでに死んでいる。時間は無限にあるからね。なんか随分前向きですね。これ家だと？え、まだなのか。ふーん。君たち僕に何か隠し事してない？夢の町は見つかりましたね。アトラシアでした。で、テミシオスと再会できましたね。あのさ、死んでからも国ごとに分かれて住むこともないんじゃない？トロイって小さいから。ん？ここはトロイなのかな。あれ、この人は、ハデス様には会った？いや、まだですね。怖い人よ。でもガイアって人のことをすごく心配してるの。ねえ、ガイアって誰？ガイアは神々の母親。神話辞典。とりあえずハデス、地中の奥深くに広がっている冥界の支配者、ゼウス・ポセイドンの兄である。かつて兄弟でくじを引き現在の地位を得た。しかし断るごとに地上の支配権を得ようと事件を起こした。で、ガイア母なる大地ガイアですよね。で、このガイアっていうのが、このクロノスたちの、ゼウス、ハデス、ポセイドンの父親。ゼウス。父親のクロノスを倒して現在の地位を手に入れた。ポセイドン、ゼウスの兄で、ゼウスには頭が上がらないけれども反抗して失敗した。いろいろなんか神様同士のつながりをちゃんと理解しないときついかな。クロノスは時を司る神様、ゼウス、ハデス、ポセイドンの父親。冥界の奥深くに封印されている。なるほど。お、あんたたち、私は覚えとるよ。俺、ドリスコスであんたたちに薬草を打っただろ。いや、全然覚えてませんね。ここはじゃあ死者の国なのかな。王様は何やら気が抜けてしまったようですな。聞くところではすっかりお人が変わってしまったとか。この人が王様？あ、トロイ王、久しぶりじゃな。わしゃここに来て初めて知ったのだがな、あのマクロキモノっていうのは古代の海の神様じゃ。神様を木馬で倒すとは、わしとお主らは恐れ多いことをしたもんじゃ。そうですね。わはははは。
わはははは、じゃないですよね。いろんな地方の人たちが分かれて住んでるのかな。あ、これ順番で回った方がいいかな。ここは、ほれ、わしじゃ、覚えとるか。クノッソスの下水で世話になったろうか。あ、あの嫌なじいちゃん、あの時の奴隷たちも来ておるぞ。この人かな。僕はあなたたちが出会った子供たちの心、僕たちは大人みたいに楽しくない。僕たちの光り輝く未来を奪ったのは誰？誰でしょうかね。まあ人間でもあり神でもあるのかな。あ、アテネオ、おお、お前たち、この冥界はいいところじゃ。こんなにいいところなら早く死んでしまえばよかった冥界の王ハデス様は素晴らしい。なんか死んでも前向きな人たちが多いですね。ここは死んだ者たちが集まる冥界だ。冥界じゃ。わしらが仕入れた知識はそれだけじゃ。なるほど。でもまあそれだけわかるだけでも大したもんですね。知識。この冥界のことは何もわからん。おう、知識が欲しい。この人がアテネ王ですよね。お、兵士もいますね。地上は大洪水で大変ですってね。でもみんなに再会できて嬉しいですよ。なかなか前向きですね。お、権現隊長、スパルタでご一緒させていただいた兵士です。隊長の兵士です。隊長の識ぶりが悪くて死んでしまいましたが恨んじゃいませんよ。なるほど。あ、磨き屋さん、磨き屋さんはあれでもエウスにいるんじゃないんですかね。君が私の後を引き継いで隊長を務めたのだな。はい、礼を言うぞ。あ、そっか、この人が死んでしまった隊長か。なるほど。で、こっちの人は、あ、ダイダロス、よう、お前らも死んだのか。ものすごい洪水だったものな。俺はな、死んだまま地上へ戻る道具を作りたいのだ。しかしここは材料が何もないのだ。うーむ、なかなか人間たちは明るいですね。神様はなんかぐちぐち文句言ってますけど、人間の方がよっぽど前向きですね。ゴンゲン、お久しぶり。クノッソスではあなたのおかげで助かったけど、結局こうなる運命だったのね。この人たちが奴隷かな。もうあのじいさんたら、死んでからも奴隷呼ばわりしないでほしいわ。自分だってもう金持ちでも何でもないくせに。そうですね。あ、寝られますね。あと行けそうな場所、ここはこれだけかな。これはベンガジとかあの辺の曲かな。あ、道具屋さん、お、ネクタルと指輪が売っておりますが、まあ、買い物は実況外でやりましょう。ペルシアとかあの辺かな。あ、普通のアイテム屋さん。あ、防具屋さん。お、新しいもの売ってますねどこで仕入れたんでしょうかね。お金足りるかな。今4万5000円しかないんですよね。あのアテナのアテネの盾をね、
買ったらお金がなくなっちゃったんですよね。ペルシア水ない、洪水水たくさん、ペルシアみんな喜んだ、でも洪水みんな死んだ。仕方のなかったことなのかな。ペルシア人商売好き、商売始めた。この世界のもの集める、集めて売る、客いない、我々がいますけどね。ここ似てる、ペルシア似てる、何もない何もないけどお店もあるし、人間たちも前向きに生きてますからね。あ、武器屋さん、このシリーズ一番強いのは槍、2万円、ちょっと高いですね ここは、あ、王様かな ペルシア王、お前らか、わしは死ぬことによってこれ以上年を取らなくなったらしい。少し違うような気もするが、一応不死を得たらしいな、わははは。は死んでもなお不死を望んでいるんですね、ペルシア王は。相変わらずですね。あ、そういえばケンタウロスたちも流されてしまったんでしょうかね。そしたらそれはかわいそうではありますね。タルタロスという場所をご存知？何でも死ぬ前に許しがたい罪を犯した者が入れられる恐ろしい世界らしいわ。あ、そうですか。タルタロス。ここには不思議な安息が感じられる。我々トランティア人にもそれが与えられるとは。まあ死後の世界だから安息を感じられるのかな。我々トランティア人はギリシアの神など信じたことはなかったが、それでもこのような世界に来てしまった。ハデス様には会ったかね。いや、まだですね。ずっと北へ行くとお城があるんだよ。あ、そうですか。でも番犬のケルベロスには気をつけるんだね。はい。まあ、結局神様なんていうものは人間が作り出したものなのかな、やっぱり。ご安心ください。私なぜかここで商売することになりました。あ、そうですか。あ、預かり屋さんは用事ないです預けるのも引き出すのにもお金がかかるんですよね。我がトランティア王はいらっしゃいません。まだ地上で生きていらっしゃるのでしょうか。そういえばなんかアルビオンは洪水の時に流されちゃいましたよね。まあでもウラノスの力があれば地上でも生きられるのかな。あ、でもとりあえずこんなもんかな。そしたら今回は、多分ここは冥界だと思うんですけれども、この冥界でね、セーブをして終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。